全結指定婚を行ったメンタウラーとカメレルネブティニセイ。指定かつ夫婦の間には息子のクエンラーが生まれた。兄弟姉妹同士のカップル一覧は兄弟姉妹同士で恋愛関係となったカップルまた結婚した夫婦の一覧である。兄弟姉妹間の恋愛関係を説明するために多くの用語が使用されている。これにはアデルフォガミーのような学術用語、 コンサングイナモリーのような一般用語ツインセストのような特定の状況を指す、介護、またはシブセストのようなスラングが含まれる。主に性愛の文脈では、そのような関係にある、女性パートナーは、シスターワイフと呼ばれることがある。一夫一夫性ではない近親相関の協定は、シスタースワッピング、またはブラザースワッピングと呼ばれるが、異なる。 家族同士がそれぞれ、嫁と婿を互いに交換し合う慣習を説明する、ベルデルと混同するべきではない。しかしながら、インセストという用語の部別的な性質のため、中立的な文脈では、大体的に、コンサングイナモリーという用語が使用され、場合によっては、コンサングに短縮される。イトココンは大部分の国で合法であり、宿徹コンは多くの国で合法であるが、 兄弟姉妹間の性的関係は、ほぼ普遍的に、近親相関、または、血族相関とみなされている。兄弟姉妹の近親相関は、世界の様々な国で法的に禁止されてきた。一方、歴史的には、古代エジプトトローマ、また先住民のイン家族で行われていた。ウェスターマーク効果として知られている、幼少期の密接な関係が、 兄弟姉妹の間での性的関係を遠ざけるという理論がある。共に育った子供同士は、たとえ親族関係がなくても、通常は性的魅力を互いに対して感じない。反対に、若年期に離別した兄弟姉妹同士は、互いに性的魅力を感じる可能性がある。したがって、偶発的近親相関も含む、 兄弟姉妹間の近親相関の多くの事例は、出生時、または非常に若い年齢で離別した兄弟姉妹に関連している。ありがとうございます。